皆さんこんにちは出願者25万人には訳がある宅検の魅力というお題で宅検師試験のガイダンスを始めていきます担当はレック専任講師亀田ですよろしくお願いしますお手元なんですがこちらはですね、えー、もし、えー、まあ、レックのね学校で見てくださってる方は頼んでこの、えー、レジュメですね、えー、ご用意くださればと思いますそれから、えー、まあ ご自宅なんかでね、えー、軽く見てる方は。 まあ、あの必要なところをこういう形で示していきますのでね別にお手元には特に置く必要はありませんので、えー、こちらねそれではですねガイダンスを始めていくんですがちょっと時期的にはやはり少しというか、えー、触れておかなければいけないのが、まあ、実を言うと今から1週間前にですね2019年、えー、令和の元年ですねこちらの卓球、えー、試験が実施されました。えーまあ 方もそれかからら初めてて受験するるのでさっっぱりいいう方も聞いてらっしゃるかと思います、まあまあいろいろ言われております今年の合格基準がどれぐらいかっていうところでね、えー、でまあまあ感覚としては若干ですが昨年よりも点数取りにくかったのかなというところなのでまあまあ ちょっと下がるかええー、リン点がねっていうところなんですがこれもいつまでも焼き目しててはもう、えー、これ仕方がありませんのでね、えー、ですからもうこれも静かに待ちましょうとかとかし言えません、えー、ただしですね実施されてやっぱり傾向として現れたのはやはりね、えー、掴んでおかなければいけないところですね今年の試験は特に波風はありませんこれも例年そうなんですけれどもねまあ あのまあ、確かに年によっては若干ええー、っていう年もあるんですが今年はそういうこともなくそれから難易度も、まあ、それほど昨年などと変わりはなく、まあ新しいこともなくもう淡々と実施されて淡々とね終わったっていう感じでしょうかね。えー、でやはりその、まあ、試験 まあ、ど,どういう人が合格しやすいか、まあ、今年の試験はまだ合格発表はされてませんが、まあ、基準点ね、まあえー、いろんなところで、まあ、じあの予想されている基準点乗っかってる人それから乗っかってない人ね、えー、の中でどういう人が、まあ、受かりやすかったかですね、えー、というところ、ね、ちょっと考えてみましょう。 いう人が受かりやすかったかってもね、勉強してる人に決まってるじゃない。まあそれ言うとね、<laughs> 元も子もありませんからね、えー。それは覚えるのが上手い方。まあ、これ若干どうかなっていうのはあるんですけれども、あのー、もちろんそれは勉強してればことが受かりやすいんですが、ちょ質問を変えてですね、こういうので聞きましょうかね。あのー、どちらのタイプの方が、まあ、あのー、まだ合格発表前でありますが、合格基準ぐらいに載っていたか、まあ、点数が取れたかっていうことね、えー。一人の人は。 三つのことをしっかり覚えてるんですね。三つのこと、えー。もう一つの方は十、えー、のこと、十のことそれなりにおろぼえてるというところです。まあかなり誘導的な <laughs> 言い方なんでね、えー。もちろん前者の方の。 えー、数は少ないけれどもまあ3つのことをしっかり覚えてるタイプの方の方,の方が比較的点数は取れてましたまあこれは今年だけの傾向ではなくて例年そうなんですかね昨年も昨、えー、その一昨年もねずっとそうではあります一瞬思うんですよそれは知識としては3つよりも10個持ってる方,、えー、方が絶対有利なはずなんですね,ね。もちろん3つとか10個で足りるわけありませんけれどもね数で言うとそれは大いに決まってますって言いたいんですが。 言いましたね。ちょっと誘導的にね、三、えー、つをしっかり覚えているか、それか十のことをそれなりに覚えているかっていうところね、えー。そうなってくるとやはり三つをしっかり覚えておくという方がまあ比較的点数は取りやすいです。まあ確かに十しっかり覚えとればそれ大丈夫だろうって言いたくはなるんですけれども、実際に必要な知識はやっぱり三つや十ではありません。まあそれこそ百二百三百ってなった来た時に。 じゃあもちろん多数のことをしっかり覚えれるかっていうとなかなか時間的な制約とともにですねだからこそやはりね、えー、数は少ないけれども、まあ、その分しっかり覚えておいた方が、ねえー、しっかりね、えー、覚えておいた方が、まあ、絶対まあ合格基準には乗ってきたりするのでね。というところですね。えー、少しもう少し具体的な例でいくと、まあ、この試験は 4択で実施されてます、まあヨットの中でまあ正しいものはどれかとかね、えー、誤っているものはどれか、えー、あるいはまあごくごくイレギュラー的にはねヨットの中で正しいものイレギュラーでもないか、まあ、今年も、ね、しっかり出てきたんですけれども、えー、誤っているものはいくつあるかと探せという問題あるんですがスタンダードに言うと正しいものがどれか誤っているものはどれかっていう中でどっちのタイプがやっぱり受かりやすかったかっていうと。 4つまあ単純な4つがあったりしましょうね4つの足の中でですね1つだけしっかり覚えてるんですよ1つだけね、えー、他の3つはいまいちというかさっぱり分かりませんという人か4つの足ありますね、えー、4つともそれなりに覚えてるんですよそれなりに、えー、まあその番号の中で正しい足も踏まえて、えー、それなりに覚えてるんですねそれはそっちの方が判断しやすいと思うんですがこの試験ちょっとですね、えー、テクニカルに作っていきますので 4つの足をそれなりに覚えてると本当に正解のこの、えー、1番目のところはですね地震があったとしても他でどん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 地震がなくなるように構成していくんですね。ところが 4つの足の中で1個しか知らないんですがそれを知っていればちゃんと正解にたどり着くっていうのをしっかり持ってる人は他の3つ全く知りませんから全く迷うことないですね。でこれが全ての問題というわけじゃないんですけれどもどちらかというとその手の形で、えー、広げて知ってるよりも確実に1個だけ知ってるっていう方の方の方が、まあ、迷いなくそして、えー、点数重ねていったっていう傾向ありますのでね。これはまあ今回の えーまあ、ちょっと最後にね、えー、一番ポイントとなるところその勉強方法のところにつながっていきますのでね、まあ、こういう傾向が、まあ、例年に引き続き今年もね、えー、傾向として出てきた、まあ、このように考えておいてください,、はい。ちょっと前置き長くなりましたが、まあ、本日のちょっとお題としてねもう一度戻ってきましょうかね、まあ、その「達研師試験」ですが「出願者25万人には,には訳があると」とちょっとこれ、えー、と古代じゃなくて縮小のね、えーえー、広告となっておりますがこれ「 今年の宅建試験ね、えー、これ2019年ですけれども少し増えてっていうかかなり増えて出願した人人は27万人ですね。で、おおよそまあ25万人っていうところなんですが、まあ、2015年度から見ただけでもね少しずつですけれども出願者、えー、これはどん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 増えておって。 で2015年になりますとね、えーえー、24万ちょっとだったところを2019年になりますと27万でねかなり増えております。で、えー、その中で受験された方も、まあ、今年としてはね、えー、まあ先日の10月、えー、20日に、えー、宅県試験受けられた人が22万、えー、飛んで694人ということとなります。で合格発表はまだなんでね、えー、ここ空欄とはなっておりますがね。えー、で合格率合格点ですがまああのー、昨年よりも若干低 取りにくいかからちちょっと落ちるかななかなかこの場面では言いにくいんですけれどもねまああのレッグとしてもねまあこれよりもちょっと下いくだろうかなっていう見解では出しております。まあこれはあくまで目安なので、えー、まあ静かにね今年実現された方はもう待つしかないので、えー、まあ38点とかねそういう、えー 高い点数を取ってる方はね、まあ安心でしょうけどね、えー、まあその辺はもうちょっとお待ちくださいともしか言えませんのでね、そちらで見てください。はい、えー、ど,んどんどんどん増えてますよね。やはり人気なんですね。まあそれとともに受験者、えー、5万人どこ行ったんだっていう話もあるんですが、まあ、とにかくそうですね。法律系の資格試験の中でこれだけの受験者を要するのは他には例はありません。ここまでね多いのはですね。えー、ですからまあそうですね。皆さんの会社の中にもそれから学校の中にも、まあ、今年宅建試験を受けたんだ。 いう方がかなりいらっしゃるかと思いますがやはり人気のね理由こちらからちょっと見ていきましょうということで、まあ、これだけではないんですけれどもまあ1番から5番までね人気の理由ということで挙げております。1番と2番はちょょっと形式的な問題でししうかね、えー、受験しやすいででですすあるいいは誰でも勉強できますということでまあ試験そのものの形でしょうかね。えー、受験しやすい形式まあ先ほども言いましたが全て50問、えー、4択ですね4つの中で1つ選べ やばい,あいわゆる期日やそれから高等諮問っていうんですかね口実試験っていうんですかねそういうのは特に用意しておりません。それから、えー、誰ででも受験ができます、まあ、過去にはですね、えー、最年長では90歳の尊敬の年始が出てきませんがねそれから12歳若くとねええー ここののが他にやるととななかかったのかなと思うんですけどもっと遊べって言いたいんですけどね、まあ、でも90歳でも12歳要は年齢制限もそれから国籍もそれから性別も何ら差別なく受けれることができるというところでね、えー、そしてまあ気軽っていうわけじゃないんですけどね、まあ、あの受けやすいというところからはやはりまあ一つ人気が出るのもそうでしょう、まあ、ただし実質見るとその下の3番目4番目でしょうかね、えー、家を売買する不動産を投資するときにまあ役立つそれから丸の4番目 就職職や転職の武器になるとね、えー、これはやはり、えー、不動産ね、えー、まあ土地や建物なんですけれども人間生活していく上で必ず、ま、あの住む場所それから商売する人がね、まあ、店舗あるいは事務所として借りる、ね、建物がどうしても必要です。で建物を建てるためにはね土地なんかも必要ですから、まあ、必要不可欠な物ですね。 えー、それですからやはりねその宅建の資格というのは、まあ、人気が出て当然でしょう。それですからそれに伴ってその土地や建物を、まあえー、商売とする、えーね、会社などがありますのでもちろん 就職ししやすすくもなりますしねそれから就職したらで、まで、あ、必要不可欠な資格ということもありますので、まあ、毎年毎年そうですねあのどちらかというと、まあ、世の中にある資格試験がですね全般通じて、えー、上がってるかっていうと、まあ、多少尻すぼみの、まあ、資格試験なんかも、えー、ありますが、まあ、そこの中でも、まあ、かなりね、えー、毎年毎年、まあ、こういう状況で増えてるっていうのがこの宅研師試験ではありますというところね。はい でしたでもう少しまあ人気の理由としてね、まあ、受験のしやすいそれから誰でも受験できる、えー、というところを少し掘り下げますとこのレジメもえ2進めてですね、えー、とまず2ページ目進めていただいてあの受験しやすいっていうのはもう一つ理由があって、えー、それが2ページ目ですね。 こちら試験科目とあってこの試験確かにですねいろんな法律からそれから実務の知識まで出てきてもうその範囲だけで言うと膨大なんですねここで一瞬躊躇するんですが全50問のうちにですねどの範囲から何問どの範囲から何問どの範囲から何問というのがこれもう決まって っていてですからあの比較的やる気になったら学習はしやすいね、まあ、そういうところも一つ魅力なんだとは思います、まあえー、これも他の資格比べるとですね、えー、この部分から何問この部分から何問っていうのは特に発表もしておりませんしそれから決まったものじゃないんですね、まあ、ところがこの宅研師試験は、まあ、これは確かに数年もうちょっと前かな、えー、なんですけど、えー、この科目から、まあ、例えば権利関係これは民法を中心したものですけれどもねここから14問出していきます。それから宅建業者を規制 する宅建業法法、まあ、これ法律ですけれどもね、えー、ここから20問とということでででししっかかり、ね、発表してるんすすねですから、まあ、その辺が、えーまあ、比較的勉強がしやすいというところもね、まあ、これも一つでしょうかね。でさらにさらにこれはまあ、えー、ちゃんとした情報をつかんでしまうとどの科目もまともに当たって勉強するっていう必要はなくここからですね、まあ、例年だいたい合格基準点が50問のうちの、まあ、7割35点前後ですからね、えー、それを取っていけばいいっていうことなので。 メリハリつけて勉強ができるって言ってね、えー、そういうところもは一つのまあ、勉強しやすいというところからのね、えー、魅力ではありますというところですね。はい。それからもう一度1ページ目に戻っていただいて、えー、まあ、魅力の一つとしてですね、やはり。 実際的に役に役立つとということですね、えー、丸の3番目丸の4番目見ていただければ分かるように家を売買するとか不動産投資をするときなんかですねどうしても不動産のの知識というのが必要になってきますそれからやはり仕事として行うととときね、えー、ですで仕事として行うきはやはりこの業界、まあ、あの多少の波はありますが一食十の十を担うところそれで十だけじゃなくてですね商売するための土地や建物も含みますのであの 波はあれどもこういうことにはならないんですねですから、えー、まあ、就職する際にもまあえー、もちろん有効となりますし求めている企業も多数いるので今はですね、えー、単純にその不動産業界の人だけではなくね、えー、まあ、学生さんであったりその他の方なんかも増えておるというところですその辺がもう少し掘り下げているのがこれちょっと3ページまで進めていただいてレジュメのですね 様々な分野でメリットがあるというところ、ね、はいで、まあ、簡潔にちょっと説明しながらね一つ一つは追っていきませんが、まあ、例えばです不動産業界においてはこれ実を言うと必ず必定の資格です、えー、不動産業界において、えー、土地や建物を売却したりそれから、まあ、売却やそれから賃貸の、ね、仲介をする場合なんかは購入する人に対してここにちょっと見えてるんですがね重要事項の説明というものをしていかなければいけません。でえー、不動産そのもの いいいろんんなな権利がついてるんでですすけどパッと見には見はえないですねそういうものを、まあ、分かりやすく、えー、しっかりと伝えていく役目をしていかなければいけないのでそれを担っていくのが、まあ、いわゆる宅ですねですから、まあ、これ不動産業界によってはじてあ必ず、まあ、あ取らなきゃいけない、まあ、で立憲師しかできない仕事があるからというところでもちろんここは、えーまあ、人気というよりもね取らざるをえない状況ですね。それから、まあ、業種でいきますと 不動、えー、産業界だけではなく、まあ、金融業であったり建築であったりしてもね建築関係であったりしても、まあ、建築の方なんかすぐ思い,出す、えー、思い浮かぶと思うんですが建物を建てて売ろうとした時建物を売りますからねそれから建物には絶対土地ついてますから、えー、そういうものが不都的になりますと、まあ、ほぼ、まあ、100%じゃないんですけどほぼほぼ必要な形です。それから金融関係に関し でもお金を預かるとか、ね、融資するだけではなくやはり資産運用とかがありますのでそうなってくると一番資産運用しやすいとなるとこれはやっぱり土地建物ということとなりますのでねまあえー このね他県市の資格が必要になることもありますそれから知識として備えておけばね、えー、まあそれでね、えー、もちろん役に立つことがありますのでまあ、こういった金融関係建築関係の方にもねやっぱり、えー、求められているところですそれから、えー、まあ、多業種であったりしてもですね、えー、これはもちろん求められることはありますし、えー、学生さんはねまあ、ここから先就職するに際して、えー、これはもちろん有利にはなりますしね、えー、最近まあ 私もたまに、えーまあ、大学にね講習とか行ったりするんですけれどもそれこそ大学入って1年目にねこの卓球に受かってしまって受かってしまってじゃないですねちゃんと受かってね、えー、その先、まあ、きっちりとした人生計画立てて、えー、就職活動されてる方も結構いらっしゃいます。僕なんかの時代ではさっぱり考えられなかったねしっかりした考え方でやってるんですけれどもねそれから、まあ、その就職活動するに際してねたとえ金融業とかそれから不動産業じゃなかったとしても やっぱり、あのーまあ、人事採用としてはですね、まあ、うちの業界は卓研あんまり関係ないんですけれどもそうか、えー、大学1年の時あるいは2年の時にちゃんと卓研受かってるのかってなったらそれなりの絶対評価は出てきますよね、えー、で簡単な試験ではないっていうことはもうみんな分かっているので、まあ、それなりにああそうか学生でいろんなことを学びながら、まあ、その合間を縫ってちゃんと卓研の勉強して受かってるんだなっていうのは。あの プラスになれこそ絶対マイスナスになりませんからね。まあ絶対プラスになるでしょうね。まあその辺からまあ、えー、近年はね、まあ不動産関係というだけじゃなく、まあ裾野が広がったところで受験されているので、まあどん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 受験者もそれから、えー、増えてきてるっていうね、えー、状況ではありますとね。はい。ですからまあその。 えー、人気の、ねえー、資格まあこういう形でこの映像を見て、えー、興味を持ったあるいは今年実験して、えー、来年絶対だって思ってる方が、えー、見られていると思いますのでねまあそんなことは分かっておるというツッコミもあるかもしれませんがやはりこの、えー、人気は滴ることがないのでね、えー、ぜひぜひまあ 取取らななきゃ意味がないのでね、えー、取るようにそうなってくるとやはり何年もかけて勉強して取ったとしてもねまあ意味がないとは言いませんがねそれだけその部分ね人生のある部分費やしますのでねそれから資格を取ることが終着点がないので資格を生かしていかなきゃいけないのでやはり資格は極力短期で短時間でで思い立った時に、えー、取るというところがやっぱり全てなのでねその辺ね、えー、今回もねちょっとメインテーマということ。 というかね最後にちょっと話していくんですがそのこ,こが少し、えー、あるのが続いての4ページですね。 宅ケン試験学習方法です。まあ中身は結構なんですけれどもこの宅ケまあこれは、えー、よく言われることですね。タケン試験どういうふうに勉強すれば、えー、受かりやすいですかっていうことですね。で昔はよくですねちょっと一言ごろに書いてあるようにまあタケ試験合格するためには平均ですけどねだいたき300時間ぐらい勉強しなきゃいけないとは言われてました。まあ今も、えー、その理屈はちゃんとはしてるんですけどね。 ただ考えてみましょう300時間ね大体いいまあ休みもするでしょうからえ、まあ、1年間かけて1時間ねあの働きながらとか他の、えー、ことをしながらそんなに数時間も毎日取れませんのでまあ鳴らしたとしても大体いい1日1時間を1年間続けるうん結構なもんなんですねえー、それからですねそんな計画通りはいきませんから、えー、毎日毎日って,ってなかなか難しかったりするので、えー、この時間 どううかなっていうことしかもそれが平均で、まあ、例えば私も、えー、学校卒業してからかなり経つ、えー、人よりも絶対あの時間がかかるってじゃあ500時間6時600時間かけてどうかってなると結構な時間を費やすと思ってくださいだからしかも、まあ、もちろん一発試験、えー、年に1回ですのでね、まあ、一度落ちてしまうと次の年また同じように頑張らなきゃいけないとなるとねやはり極力ですね、えー、1回の試験でそして短期で 受かってしまうまあそうするためには、まあ、どういう学習方法をするかということなんですがこれちょっと今日の最初のテーマに最初のテーマでは最初ちょっとお伝えしたところに戻ってい,た,い,いただきたいんですが10それりりに覚覚ええるよりもししっかり覚えましょうというところなんですね。というのはですね、まあ、この試験何が出てくるかっていうともちろん50問で、えー、まあ 何のための資格かっていうのを先ほど言いましたね、えー、あくまでも宅建業におけるまあ、不動産業における重要事項の説明ができるための資格その能力があるかどうかの判定なんですねだからその能力を測りますじゃあどこから出るかっていうともちろんその、えー、重要事項の説明っていうところから出るんですがそこからしか出題されてませんからまあ、逆に言うとこの試験も50年以上繰り返されております歴史がそうなってくると 過去に出題されたところそこを中心にやるのがこれもう絶対の常等手段ですね。えー、まあよく言うというかもうほぼほぼまあこれは第一鉄則であります 過去問学習ね、えー、とは言われておりますただしその過去問学習だっ,って膨大するにぎるんですね過去の10年の出題例を見たとしても50問かける10で500、えー、それから500の知識じゃないですね、えー、掛け算することの四つの足がありますのでか、えー、ける4ということで膨大な範囲なんですねそれから同じ言葉で1問1句出ませんからちょっとひねったりしてくるのでそれこそまあ考えようによっては膨大すぎるんですよ 確かにそれからもちろん過去問ばっかりじゃありませんのでどういうところかっていうとそれこそ雲をつかむような感覚でやってしまいがちなんですが、まあ、そうすると、えー、10どころか万と覚えななきゃいけないけ、まあ、それなりどころかぼんやりと、えー、ほぼほぼ薄々の状況で100や200や300や重ねたところでほとんど身にならないというか点数にならないんですね。だからこそ絞るどうやって というところなんですけれどもやはりその辺はまあ多少宣伝になりますがね、まあ、こういう、えーまあ、資格学校私も講師なんですけれども、まあ、その中ではもちろん毎年のように出題されてそして、えー、比較的簡単に覚えれてっていうところを、まあ、つなぎ合わせますと50問のうちに50点あるいは45点などのような高得点は取れませんがまあまあ 毎年言われているような7割ね、えー、35点を取るのであったらそれの積み重ねそのね、えーまあ、毎年出てきて、まあ、毎年毎年出てきてっていうわけじゃないんですけどね、えー、頻発に出てきてそして、えー、比較的、まあ、覚えやすいっていうところをですね、まあ、集めていけば、まあ、比較的35点その合格ラインぐらいに到達するぐらいの知識が取れるんですね。確かかにに全く余裕がななったら困るんですけれれどもね、まあ、それなりに この試験完璧にやろうとすると先ほど言ったように、まあ、それこそ1000、2000万、えー、単位で知識がいるものの合格しようとして、えー、そのためだけに集中してしまえばそれほど多くないですね。まあ、そこがやっぱり何と言ってもポイントということとなりますね。えー、少ない知識でいいんです。ただし 広げてぼんやりとそれなりに覚えてる程度だったら結局多数の知識が邪魔してしまうのでね、えー、確かこういうのありましたね。四つの足の中で一個だけ確実に覚えててそれが正解足になった方がそういうのがで 絶対に迷わないんですねところがぼんやりと4つの、えーまあ、知識を持っていて、えー、その正解になっているものをもちろん覚えてるんですけれども他の3つも、まあ、それななにに覚えてるるから邪魔になるんですよ足の1番目読んだ時にこれが正解なんですけれども、まあ、正しいと判断するんですけど足の2番目読んだ時にちょっと待てよって考えてしまうんですね。 えー、足の3番目もっっとととさらにちょっと待てよとでこれは知識が広いがために迷ってしまうということなんですがまあ逆に言うと足の1番目しっかり覚えてさえすれば何の迷いもなくいけるんですね。で結果論ですけれども、まあ、結局多くのことを、まあ、それなりに覚えているよりも少なくてもいいので、えー、それを確実にね覚えている方、まあ、これの方が結果点数がつながっていくということとなりますのでそうですね まあ、もちろん、えー、お一人で独学で勉強して、えー、多数の方が受かってらっしゃいますがそういう情報 とにかかかくじゃあっった分かったその4つのつ中で何を覚えるかそれから、えー、本来だったら1,0002,000と覚えなきゃいけないところを集約して100200で受かるんだったらどういうふうにどこを覚えるんですかこれもちろん、えー、自分で過去問を分析していけば、えー、それは見えてくるところはありますがそういうところに時間をかけずにねそういう情報はきっちり私たちの方からお伝えします。それをぜひぜひひ利用してくださいあの 自分でもちろん勉強してやるの、まあ、もちろん、えー、これもね、えー、立派なところなんですけれどもまあそれより短期間でそして確実に受かるっていうところにねまあそういうところを、えーまあ、利用してください。まあ、我々やはり資格学校とするとやっぱりそういう情報を提供することまあそれが一つのね目標ではありますから、まあ、そこを頼ってみてくださいっていうところね。それともう一つやはり私たち予備校、まあ、講師の仕事としてあるのはそういったまあ なんですかね、えー、楽して、まあえー、少ない知識でっていうわけじゃないんですけれどもその情報をしっかりした情報を提供するということともう一つはやっぱりこの試験ではモチベーションっていうんですかね、えー、ちょっとかっこよく横文字にするとね、まあ、やる気それを継続させるか、まあ、そこなんですね。というのは。 ちょっと最初に見せ見たですね。ズなんですが、これちらっと言いましたかね。一、えー、ページ目のところでですね。今年も案の定というんですかね。えー、申し込んでくださった方は出願者25万人どころかもう27、8に達するようなところをいって受験者がそのうちのね、えー、10月は初日の試験に来られたのが22万人です。えー、5万4千人どこ行ってんねんっていうことですよ。えー、まああの割合でいうと大体た5人に一人 ぐらいはちゃんとお金払払っっててててね高いい受験料を払ってって、えー、申しし込んんんでででははるるすすよよ願書は出してるんですよところが会場に行ってない、えー、で確かに天候不順などはありましたが寒いとか暑いとかっていうわけじゃない、えー、基本的には日和は非常にいいですそれから午後の試験なのでね寝坊などもありませんしね、えー、前の日眠れなかったっていうのもほとんどないですよ、えー、行ってない。 人、えー、人に1人いてないわかりますよね結局最初の意識は高かったんですけれども結局やっていくうちにどれを覚えたらいいのか、えー、とかいろんな事情を重ねてとんだしてる人ですね。 え申し込んだは見たものの7月に申し込んだは見たものの10月の試験に行く時まではもう勝手に自分で諦めてるっていうことです。申し込んだということはその時にはちゃんと意識があったんですね。それがまあ2か月3か月の中でなくなってしまう、まあ、これがさっき言ったもうやる気が土地で失てしまうというとといころなんですねこれ結構多くて実際に22万人え今年でいうと22万人会場行ったんですがおそらくその中の半分近くはまあ受からないだろう 知ろうけれども今までもまあとりあえず会場行こうというふうに言った人って考えると僕は願書を申し込んだ人の中の。 そそれこそ半分から6割ぐらいは結局やる気が継続せずに最後にはね、まあ、会場には行ったものやっぱりあその通りありさすがに4択といえどもですね、えー、合格に乗っかるか乗っからないかってそれほど運が左右するわけじゃありませんからね、えー、ですからまあその中でも何、えー、か受かるかもしれないっていう形でね、まあ、4択だからって言った人も踏まえて、まあ、結構 やる気が途中でなくなったっていう方が多くなるので、まあ、そこをやはり私たちとしてはね、えー、最後の試験当日までやる気を持っていろんな形でねそれこそ学校に行くと、えー、まあライバルというかね一緒の同士もいますみんな勉強してるそれから私たちが直接アドバイスするところもあります、まあえー、ところねそれから、あのーまあ、レックの学校でいうと、まあえー、そういうねいろ、えー、んなところをね、まあ 学校ないしはそういうところでね、まあ、やる気を出してくれるように継続するように、まあ、カ,リキュカリキュラムをね組んでるところとかありますのでね、まあ、そういったところを、まあ、ぜひ利用していただいてね、えー、せっかく、えー、今年ね、えー、こういう気持ちになったので来年の試験になりますがねあのいろいろあります。確かにね民法が、えー、まあ 来年の4月に大きく変わって試験内容もガラッと変わるっていうところもありますのでねまあそういうところも踏まえてまあ、えー、こういったねレックこちらの方をね利用してくださればと思います詳しい内容などはですね、えー、学校でお聞きになっている方は、まあ、受付の方とかね、えー、そういう人にまあ聞いていただければそれから、まあ、家でご自宅で見ている方はねコールセンター、まあ、こういうところでどういうものがありますかっていうところも、まあ、随時受け付けをっておりますので そのやる気今あるやる気をね、えー、最後来年、えー、平成じゃないもう令和に変わって2回目ですけれども令和のね、えー、2年度のね、えー、合格に向けてまあ早め早めに手をつけていただければと思いますのでね、えー、そのまあ少しでもサポートできればというふうに私たちは考えております。はいそれでは今回ですね宅蔵医師の資格、えー、それから試験のガイダンスですが以上にて終了させていただきます。ありがとうございました